ウェルナー・マイホーファー。ウェルナー・マイホーファーは、ドイツの法学者、政治家。ドイツの法哲学の分野において、事物の本性概念を武器に、法実証主義と自然法論の加強を試みた、法哲学者。同様の試みを行った人物として、ヘルムート・コーイング、ハンス・ベルツェル、アルトゥール・カウフマンらがいる。マイホーファーは、具体的自然法論を提唱した。これは、 ハイデガーの哲学に大きな影響を受けたもので、法を世界マイナス内から存在の一つとみなし、法的なもの一般の存在構造を解明せんとするものである。マイホーファーによると、ハイデガーは存在と時間において法を人の世界に追いやっているが、法とは他者と共にあるという存在形態を取る人間の根源的経験の一つであり、他者と共にあるということは、 としての存在としてあることであって、かかるとしての存在相互の複合的関係によって、各種の文化自体が形成される。そして、人間存在が本来的にとしての存在であるならば、人間存在の関係は一連の自物法則的構造、すなわち、自物の本性を含まざるを得ない。したがって、人間は法実証主義の言うように、 実定法の遠い命題に従って生きているのではなく、事実的なものと規範的なものが分離する以前の日常生活における、事実の本性の遠い法則に従って生きているので、ある。かかる主張は、法実証主義、自然法論に代わる、第三の道の可能性を模索する一考察であったが、あまりに存在論的、観念的であって、現実を具体的に分析する資座を書くものであった。 自由民主党所属の政治家としても活動し、1972年から1974年にかけて、ビリー・ブラント内閣の連邦特命大臣権、連邦首相府長官、1974年から1978年にかけて、ヘルムート・シュミット内閣の連邦内務大臣を務めた。ありがとうございます。